新宿はあの。
き合いなので書いていただきます。Thank you.
すごい大変なんです。これ弾き語りをするって相当大変で、自分 でもそうだし、あの伴奏していただくのも大変で、あの自分でなかなか弾けないので、これ歌いたいって人多いじゃないですか。はい、結構多いですよね。そう、いい曲だから歌いたいんですけど、なかなかピアノで弾くのは難しい。ギターも多分難しいですよね、多分ね、コードとか。オンコード結構いいですよ。はい、ということで、最後になりますが、いつも港をマスでよく歌ってるんですけど、松田聖子さんのスイートメロディーです。Thank you.
方変わっちゃうから、歌の大変だと思います。素晴らしいです。素晴らしいです。ありがとうございます。はい、じゃあ、ぜひ、お楽しみください。私、後からまた何かで出るかもしれませんが、少々お待ちくださいとか、皆さんの演奏を楽しみに。最後までいただけるか、2回出てくると。聞いてます。はい、さて、次なんですけれども、ここでですね、休憩5分間になっております。ちょっと時間的には知ってるんですけども、その間にぜひリクエストがあればおっしゃってください。で、数分休憩の後、この平松さんの素晴らしいクラシックね、